では改めましておはよようございいまますすろししくおお願盆休みが1週入ったので3週間ぶりですね、えー、体調崩されてませんでしょうか雨とかひどかったんで結構大変だったんですけどさて今日はですね10回目ということで、えー、ここに書いてある通りもうここまできましただいぶ進んできて、まあ、SNS があって で、契約のことがあって、えー、前回までは不祥事、まあ、懲罰の関係ですね、がどういう規定で動いているか、どういうルールになっているかということを確認しておりました。で、今日はですね、協会についてっていうふうに書いてあります。で、まあ、皆さんあの、登録選手なので、協会で、えー、と活動しているメンバーは誰がいて、なんとなくどんなことを担当していてっていうのは、 うっすら知っているけれども、意外とですねあの、なんだろう、もう少しかっちりした枠組みっていうのをご存じないかなということもありまして、この後半2回に教会についてというのを入れさせていただいて、具体的には誰がどんな権限があるんだよっていうことをお伝えしていこうと思いますが、今日はまはその前段階で、まあ、そもそも一般社団法人っていう、えー、箱を取っている。 皆さん、多分勤務しておられるのは株式会社だと思うんですけれども、そうじゃなくて、えーと、教会については一般社団法人という法人格を取っていることの説明をさせていただきたいと思います。でまあ、これ、あの規定の構造自体は前に、えー、倫理規定や懲罰審査規定の時にお話しした通りですけれども、一番上位の規範として定管というのがあって、 ここがですね、あの今日主に話すテーマ、ここに書いてあることになるんですけど、一般社団法人として、えー、存続していくためにどういう条件になってなきゃいけないか、これは実はですね、あのまあ、実務的なところを言えば、法人作りたいですって言って、登記という作業をします。まあ、公に登録するわけですね。 その登録をするときに、定款っていうもののルールがどういうふうになってますかっていうののチェックが必ず入りまして、それがないとですね、あの法人として成立しないっていうことになってますので、この定款っていうものが全く存在しない一般社団法人というのは、残念ながらこの世には存在しないと。えー、審査で弾かれちゃって登録できないことになっちゃいますので。という特,殊特徴があります。 でまあ、その下にもっとパデル協会の細かいところとして、基本規定というのがあって、まあ、前にちょっと見ていただいたと、李選手ってところで関わる条項もいろいろありました、肖像権のこととかですねで。倫理規定とか懲罰審査規定というのは、えー、前回までやってきた、まあ、何か違反行為をしちゃったときには、どういう手続きで、どういう刑罰が待っているのかということの定めです。 はいそれでですね、うんと実はパデル協会については、3種類の構成員を置いています。で、一般社団法人っていうのは、まずそこから解説しなきゃいけないんですけど、株式会社というのはですね、まあ、なんとなく皆さんもイメージがつくとおり、株主さんという方がいて、で代表取締役、社長とか。 あとは専務理事とか、あ、理事じゃない、ごめんなさい、専務取締役とかですね、取締役と呼ばれる、実際に会社の経営をやっていく人たちがいて、で、その下に従業員さんたちがいると。で、これ、あの、標語的に言うと、所有と経営の分離とかって言って、株主さんたちは何ができるかっていうと、えー、毎回毎回、株主総会って、 っていう会議で、投票できる権利を持ってますでその投票できる権利のことを株式と言ってますね。でその株式っていうのは、簡単に言うと、えー、とお金で票数が決まります。どれだけ、えー、何株持ってるか、まあ、つまりどれだけのお金を出資して株式を買ってくださったかによって、票数が異なるので、 極端な話ですねそのとある株式会社の90%の株式を僕が買いましたっていう話になるとこれは神尾が9割の期日権を持つと投票できるってなった時には神尾さえいれば大体の提案は通るみたいなこういう状態になっています。 でまあ、皆さんが知ってるような、ね、上場株とかっていうのに関してはあの配当金っていうのも出る会社ぐらいの上場しているね流通している株式っていうのは簡単に変えて、えー、っとそのもちろん上がり下がりみんながどれだけその会社を信頼しているかっていうことで値段が変動してこの会社業績良くなりそうだからあの期待値がみんな上がるとなると株の値段も高くなると。 いう構造になっていて、果てはですね、配当とか株主優待って言って、実際にあのうまくいったんで株主の皆さんに還元しますって言ってお金返ってくる時もあれば、えー、とそこまではできないんだけれども、まあ、当社の特徴的なこんなサービスを受け取ってみてくださいってことで、株主さんであることがゆえに、特典、あの優待をもらったりできると。で、今言ったのが全部株主総会の特徴です。 でえー、っとこっち、一般社団法人、日本パデル協会ってなってますけど、一般社団法人については、実はさっき言った、うん、と株式と建前が違っていて、ここにもちょっと書きましたけれども、一、えー、人一票制なんですね。社員と呼んでます。これがちょっとややこしいんですよね。一般的な用語で言うと、社員さんっていうと、 うんとさっきの株式会社の流れでいくと、従業員のことを指していることが多いじゃないですか。まあ、どこでもいいです、別に。えー、とじゃあ、ソニーとかって言ったら、ソニーの社員ですって言ったら、ソニーで勤めています、従業員をやっていますっていうことに聞こえるんですけれども、ちょっとですね、法律上の用語のこの社員と呼ばれるものは、えー、さっきで言うところの株主と同じ意味なんですね。なので、 えっと、パデル協会の社員ですって言ったら、パデル協会で従業員をやっていますという意味じゃなくて、パデル協会の正会員ですって思っていただいたら分かりやすいかと思います。で、ここに書いてある通り、パデル協会には一応正会員と一般会員と参助会員というのを設けていて、えっと、今多くの,あの会社さんが正会員として入っていただいています。で、この正会員っていうところが、まさにさっき言った社員といって、 まあ簡単に言うと、正会員の人たちが、えー、社員総会で理事を決めるときに投票1票できる。1社1票ですね。法人でもいいので、1社1票。っていうことになっています。例えば、まあ、ダンロップさん、住友ゴムさんがいたり、まあ、あとパデルアジアがいたりとか、えー、顔ぶれはホームページに書いてあるので見ていただければと思うんですけれども、その正会員さんたちが うんと社員ということになっていて、1人1票ということになっています。で、うん、とこの社員総会というのが開かれて、毎年やってますよね。皆さん、あの代表クラスの皆さんだと、大体いい出席いただいたり、出席を検討いただいたりしていると思うので、ご存知と思うんですけれども、あのいつも代表発表やってた時の。 総総総会会会っっててややつつでですね爽快爽快って呼んでるやつであれはまあなんとなくみんな集まってイベントしようっていう雰囲気になってはいますが一応本来であればあそこの場で、えー、とまああ,のああやってやる場合もあれば普通の一般社団法人は別にああやってイベント形式でやるわけじゃなくて、えー、会議室にただ集まって粛々とそれではあの定款に基づき 帝国になりまましたたたののでで始めさせていいいだきたいと思いますす議長の誰々です第1号議案、理事選任の件とかっていって、理事の方を決めるっていうのがまあ大体主な仕事で、もう一個大事な仕事としては決算の承認といって、これも株式会社でもありますね。今年の法人の活動の実績をこれで 予算とかあ、予算じゃない、ごめんなさい、えー、収入と支出っていうのがわーっとま,とまとまっていって、決算これですって言って報告すると、でそれをご承認いただけますでしょうかみたいな感じで承認すると。まあ、大体あの定期的にやらなきゃいけないのはその2つですね、決算書の承認と、理事の選任。まあ、たまに解任ということもあるだろ,うだろうと思いますけど、その機能です。 で、その,時のえっ、ー、の決め方として、あの1と, 2, かっこ1とかっこ2は何が違うかというと、二は必要になった時にポンって開くやつ、かっこ1は定期的にやるやつ、年1回必ずやってるやつです。で、この時の投票がさっき言った社員が1人について1票持ってるってことなので、うん、と下手な話、どんだけお金を出して貢献していようと、その会社も1票 だしあの、資金的には正会員になるためのフィーは払ってるけれども、それ以上全然応援をしていなくても、一応正会員さんは正会員さんなので、そこで1人1票という感じになっています。でまあ、会議の決め方自体はそんなに珍しいもんじゃなくて、えーと、社員さんの過半数が出席して、それ出席している人の半分以上、まあ、多数決ですよね。で 決定しますということになっています。で、まあ、ちょっと余談で言うと、次の総会を開くときには、一応あの、偶数年で任期が来るので、またあの理事さんの再任ということを決議する予定ではあります。はい。こんな感じになっていて、でまあ、あの委任状っていって、えっ、ー、と、 当日、私は僕は出席できないので、えっと、よろしくお願いします。誰かに議決権も委ねましたってやるか、まあ、誰かっていうのも決めなくて、会社の,あの一存でいいですってやるかという形で委任状っていうのを提出したりすることもありますので、本当に出席しなきゃいけないかっていうと、必ずしもそうではありませんという、これがですね、一番骨組みの仕組みで、来週はじゃあもう少し具体的に、 えっと、どんな部署を置いていて、その部署によってどんな仕事をしているかということを簡単にご説明しますが、えっと、この第2回目の方については、まあ、あの何分小さい組織ではあるのであの、不動的ではあるんですよね。今後、えっと、より良い方向にどうしたらいいかというのは、日々毎回毎回理事会でも話題になっていて、うん、と必ずこれであのずっとこのまま走っていくというよりは、 いいものが見つかればどんどんアップデートしていくっていうスタンスですが今日やったところに関してはもう組織の根本構造なのでここは変わらないと思っていただければと思いますはいじゃあ今日はちょっと冒頭申し上げた通り15分バージョンで短くギュッと凝縮して話をしました次回もおそらくですね20分ぐらいで話終わるんじゃないかなというふうに思っています それが終わったら最終の卒業をまとめということで予定しておりますのでお願いします。次回は9月の8日水曜日ですね。2週間後。あの、お盆とか休みがないので、あの、普通通通り戻るっていうイメージで9月の8日水曜日7時ということでお願いできればと思います。 では一旦ここで録画は終了させていただきますありがとうございました